しくお願いします。星野美優です。ということでね、本日のフロテンティ選手権やっていきたいと思います。まあ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 、すごいね、1位のチーム、アストンビラー。いや、普通に、勝ち点114とかいう。まあまあまあ、確かに試合数多いから、まああり得るんだけど、すごいことになってるね。だってさ、40戦やって37勝、3ドロー、0敗っていう、まあまあすごい記録なのではこれ。2部ではこんなもんなの？いや、そんなことないでしょ？すごいね。よし、というところで、はい、僕は6位ですね。前回言った通り。うん。7位とのさ、まあ1試合で埋まる差ではないんで、なんとか突き放してきてるかなっていうところですけど、しっかりと6位以上維持していきたいと思います。それではやっていきましょう。試合開始を前にスタジアムはスタンドからの熱気に包まれました。さあやっていきましょう。本日の一戦目はシェフィールドと戦っていきます。実況は私西岡明彦、うん、解説には福西隆さんもお迎えしています。普通に2部のチームって感じでいいのかな。フットボールリーグチャンピオンシップの一戦、うん、さあ頑張っていきましょう。おっと、そこノリッチシティを迎え撃ちます。それぞれ得意とするスタイルはあるでしょうが、いかにその形に持ち込むかが鍵でしょうか。声が出ないというのは、序盤の展開に注目していきましょう。喉がどうとかではなく、僕が喋れていないよ。いやー、ここからやばいよ。攻められてるけど大丈夫ね。キーパーしてキャッチ。ホームチームのスターティングイレブンです。いやー、もう残り前半5分というところ、なかなか得点につながるチャンスが来ないので、お互いにまだ0点。いやー、このまま終わるのは嫌だな。なんか、何かしら、ちょっと、見せて、前半、終わりたいとこだけど、よし、よく取って。さあ、前に出す。一気に前に上がっていきたい。よし。さあ、どうなる？エセキエル・パラシオス。オッケー。はい。よし、いいよ。さあ、もらって。ゴールに向かっています。どうだ？お願い！あー、ちょっとキーパーに近すぎた。いやー、それは、ダメだね、多分。これはこのままちょっと前半終わりそう。終わりそう？で、終わってくれ？もうここまで来たら終わってくれ？クロス上げさせたかない？ナイス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 。オッケーオッケーオッケー。うん。試合は動かないまま、後半戦へと。さあ、後半スタートです。後半やっていきましょう。うん。いやー、どうするって感じだけどね。前半と同じ感じだとちょっとなかなか点につながりそうな感じはなかったので、何かしら変化をつけたいけど、僕に何かできるかと言われたら、別にって感じなんだよな。よし。ちょっと下がり目でチャンスを作れるような動きを。ここから狙うのか、うん、綺麗なパスを通しています。いやー、はい、何を狙うのか、どうだどうだ、いいんじゃない。オフサイドか、今のごめん、それは聞いてなかった。うん、ボールを奪われました。がっつりファルしちゃった。これはちょっと怒られそうだな。フリーキックですね。まあまあまあ、カード出なかったからいいでしょう。危ない。よかったよかった。枠に当たらなかったですね。とりあえずカードも出なかったし、点も入らなかったので、セーフということで。うん。エセキエル・パラシオス。よし。今日の試合、ここなんとかチャンスを作りたいな。ここまでチャンスを作っています。引いて守りを固めています。センキュー。うん。通ってくれ。パスをカット。きついか。いい読みでした。いやー、正確見とかなきゃいけなかったな、そのライン。うん。あ、まずい。結構まずい。結構まずい。あ、でも大丈夫。今もたついたからちょっと。だいぶ間に合ってる。うん。さあどうする。オフサイド。オッケーオッケーオフサイド。決定的でした。うん、チャンスにできるか。どうだ？惜しい。勝ち越し点も奪おうとしましたが、惜しいね。枠外か。いやー、なかなか厳しい。残り時間30分ないよ、もう。うん。いやー、どうする？ボールはサイドの選手へ。よし、取った。いい位置で取った。先のことを考えすぎました。
相手にボールを奪われています。さあ何かしてきそうですが、ください、これちょうだい、ナイス、いやーナイス、僕の方欲しかったけど全然それでいい、入ってくれればそれでいいよ、ナイスナイスナイス、いやーいいクロスからのヘディング、うん、ナイス、いやこれはあんま欲しかったけど、ナイスだね、キック入れば何でも OK よ、うん、よし、これで勝ち点3はもらえるで、しっかりと残り20分ちょっと守っていこう、うん、いやむしろもう1点欲しいところではあるけどね、うん、いやー並ぶ、さあとせっかく先制したチャンス、にゃにゃ、わかんない、もう喋ってる内容が分かってない、よし、さあいいよ、どうしよう、どうしよう、そうだ、いいんじゃない、いいんじゃない、あーダメか、うーん惜しいね今の、まずい、大丈夫大丈夫、それまずいんじゃない、ハッチンソン、オッケーオッケー、まあまあまあブロックしっかり決めてるんで大丈夫でしょう、うん、アラン・フランコ、さあ時間も少なくなってきてるけどここはせめてもう1点欲しい、メドラン、いやーと、うん、痛い、ファール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 、え、ファールなし、ファールなし、ちょっと待って、負傷してんだけど僕、ちょっと待って、ちょっと待って、せめて試合止めてくんない、やっぱ、え、え、でも、え、ちょっと待って、え、これ、大丈夫、いやー、え、これ、怪我重いまである、大丈夫これ、許されざるでしょ、今の、しかもファールなしだったのが、ちょっと、ま、マジって感じなんだけど。大丈夫僕。これさすがに交代かな、交代っぽいよね。うん。まあ、判定しましょうか。とりあえず、ドロップボール、はい。ドロップボールからの再開ですね。いやー、いい、やばくない僕。ボールを失います。うん、マシモ・ルオンゴ。ちょっと待って、どれぐらいの怪我これ。怪我の調子によっては、今シーズン僕が結局いないまま、プレイオフに出れずってなる可能性もある。試合終了のホイッスルが3度鳴り響きました。いやー、ゲーム終了です。頼むよ、今日の試合は終始、いやー、どうだ、ちょっと怪我の内容が気になりますね。いやー、どうだ、はい。いやー、なんか、メール来てるよ。これメール絶対怪我じゃん、これ。あー、ちょっと待ってね、見るけどさー。いやー、見ますか、診断結果。はい。3ヶ月かかとの骨折。やったなー。え？今シーズン終わったじゃん、僕。え？今シーズンのシーズン最終戦になったんだけど、今のが。マジで？え、終わった。え？ちょっと待って、3ヶ月っていつ？今ここでしょ？ 1 ヶ月、2ヶ月、3ヶ月、うわ、マジで？今シーズン。いやー、マジかー。いや、ちょっととりあえずじゃあ、怪我が治るまでというか、進めていきますか。いやー、マジかー。やってしまった、これは。これはやってるねー。うわー。まさかの。けー。かかとの骨折3ヶ月。厳しい。一応ね、このシミュレーションも見ていきますか。うん。頼むから勝ってね。頼むよ。負けは許されない。よしよしよし、3点。3点。いや、僕が出なかった方が強い。嫌だな。それはそれで嫌だな。よし。うん。まあ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 。とにかく勝ってくれてるから、
いいよ、大事大事。さあ、行きましょう。次の試合は、ハラースフィール。よし。頼む。今日も勝ってね、みんな。頑張れ。おお、引き分けた。引き分けた。これは厳しい。どうなる ?6 位は維持できるんだ。おっと、ノッティンガムフォレストも、同じタイミングでまさかの、引き分けた?あ、てか負けたんだ。あ、負けたんだ。あ、ほんとだ、そっか、勝ち点、6差になってる。え、でむしろありみたいな感じになってるじゃん。こっち引き分けたけど、引き分けちゃったけども、みたいな。さあ、次の試合も見ていきます。やっていきましょう。さあ、どうなる?よし、3対1勝ってくれましたね。ナイスナイス。うん。よしよしよし、しっかり勝ってくれましたね。ということで、これで6位以上は確定したかな?うん。なんなら5位に上がったね。5位に上がったないですかね。うん。よし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 。これでとりあえず、プレイオフには出れる。さあ、ただこの試合は結構厳しいよ。これ相手2位のチームだからね。普通に強いところだしね。さあ、どうなるか。まあ、引き分けましたと。2対2ですね。うん。勝てるかな?頑張ってもらいましょう。みんなに。さあ、決戦の時ですね。やっていきましょう。頼む!勝ってくれ!勝ってくれ!頼む!ノリッチ!信じてるみんな!負けたー。負けました。GG です。来シーズンも、あ、違うのか。違う。おっと?プレイオフ?あれじゃん。ホームアウェー式なんだ。あれなんか今普通に勘違いしてた。あ、そっか。今すごい J リーグの感覚で考えてたから、順位上のチームが引き分けた時は昇格だと思ってたけど、ホームアウェー方式か。いやー、ここにかかってる。お願い。頑張れ、ノリッチ。ノリッチシティのみんな、勝ってくれ。頼む。勝ったー!ナイスすぎる!ナイスすぎる!みんないいぞ!さあ、ということで、昇格プレイオフの決勝は、ストークシティとやっていきます。さあ、ノリッチ対ストークシティ、頑張ってもらいましょう。これが決勝戦。ここで勝てばプレミア。ここで負けたら、また来年も2部。いや、お願い。僕が出れるのは半年だけだけど、レンタルだから。いや、その半年だけでも僕はプレミアを味わいたい。僕をプレミアに連れてってくれみんな。頼む。じゃあ頑張って、ノリッチ。よし、勝った。ナイスー!ノットフリー!決めているー!ナイスー !1 対0ということで、プレイオフ勝ち合ったな、ノリッチシティ!やったー!これで、来季プレミアでしょ?いや、来たこれー!やったー!めちゃくちゃ僕は怪我してるけど、とりあえず、来シーズン、ノリッジシティプレミアリーグで戦っていけることが決まりました。ということで、いやー、まあ、良かったんじゃないですか?良かったと思います。よし。さあ、ということでね、この画面を映しておきましょう。ノリッジシティプレミアリーグに昇格ということで、うん。いやー、来シーズン、とりあえず僕がレンタルしてる半年間だけですけど、ノリッジシティでプレミアリーグ頑張っていきたいと思います。とりあえずその前に怪我を直します。いや、では、今回はここまでで、お疲れ様でした。またねー。ということで、ノリッジでプレミアリーグ戦っていく予定だったんですけど、僕、1年レンタルじゃなくて、半年レンタルだったみたいです。なんか、今シーズン終わったら、クラブに戻るって出てきました。ということで、
クラブに戻って、まあ、そこから次移籍できるかどうかはまたその先の話ということで、とりあえず、ガンパに一回帰ることになりました。バイバイノリッチシティ。プレミアリーグで頑張ってね。またな。バイバーイ。じゃあ、この動画とノリッチシティに、バイバーイ。